4月8日川崎市宮前区にあるフロンタウン鷺沼でポールウォーキング&ストレッチ教室が開催されました。これは坂道の多い宮前区で年を重ねても自分の足で好きなところに歩いていけるようになってほしいと中高齢者向けに宮前区が主催するフロンタウン鷺沼開館当初から続く教室です。身長に合わせて長さが調節できるウォーキング用のポールを使って歩くと背筋が伸びて楽に呼吸ができるほか上半身の筋肉も使うので全身運動にもつながります。この日は20人が参加しそれぞれのペースでポールウォーキングを楽しみました。初参加の人は講師から背筋を伸ばすことを意識するため目線を遠くにすることなど基本の歩き方に慣れるためのアドバイスを受けていました。ほらできてるできてる、もう自然とできてるよ。 1,2 すごい、ちゃんと遠く見れてるし背筋も伸びてかっこいいです。ウォーキングの後は使った筋肉をほぐすストレッチが行われおよそ70分の教室を終えました。昔はちょっと足がねあれしてたけどこの頃調子いいわよ。おかげさまでここへ来て元気になりました。お友達ができてね人生に張りができたっていうか、そういうことはある。この教室は7月22日まで祝日を除く毎週金曜日に開催されています。